救済溝地震は、2017年8月8日21時19分に、中華人民共和国支線省アバ、チベット族チャン族自治州救済溝県で発生した、水7.0の地震である。世界遺産として知られる、救済溝付近を信号とした陸域の震源の浅い、地震で、北西から南東走行の左横ずれ断層として活動した、地震と推定される。 本震の地震動は、新大野市線省のほか、甘宿省、青海省、寧夏省、仙星省など広い範囲で観測された。震源地の東北直線約 13km の救済溝県の基地において大きな被害が確認されており、8月9日13時10分現在で19人の死亡と247人の負傷が確認された。地震発生直後から、 建物の損壊や崖崩れなどの被害や負傷者の報告が確認されている。発信当日の8月8日には38,799人の観光客が救済溝に訪れていた。地震発生直後に救済溝県の全域が停電した。公共交通機関への影響として、新大から南南西4 0トルの場所にある視線、 救済用領空港は8月8日の航空機3便が運休となった。救済溝の湖の一つ、火花海が決壊して、湖水が干上がり、固定が露出した。また、ノリランの滝も周辺の山崩れにより、水がなくなった。四川省人民政府情報局は、地震発生を受け21時26分に、地震対策本部を設置した。 中国地震局は22時15分に初動対策部隊として作業チームを現地へ派遣し、IQ の緊急対応を開始。8月9日0時24分に通級の緊急対応を開始した。救済溝当局は8月9日の救済溝への観光客の受け入れを全て停止した。ありがとうございます。